ねえねえ、ファルグの新曲買った？買ってない。白か、いいね。さてと、そろそろ。緊張すんな。よう、お兄さん。てめえだよ、てめえ。そこの金髪くん。てめえ、今女子高生のパンツ覗いてただろ。いい年しやがって、犯罪だぞ、ほら。てめえ、覗きかましてる変態野郎が。見逃してほしけりゃ財布出せや。じゃねえと、ボコにした後で警察に突き出すぜ。さあ、ここで問題です。今から殺されるのはどっちでしょう。1、空手二段で変態なボクちゃん。2、そのボクちゃんから不幸にもカツアゲかまそうとしているかわいそうな二人組。さあ、どっちでしょう。おい、エキチ、どこだ。おい、リュウジ、出迎えご苦労。やっべ、もうこんな時間かよ。君たち、悪いな、小遣いもらっちゃって。今度カツアゲするときは気付けんだよ。いるべ、リュウジ。おい、初日から遅刻したらシャレになんねえだろ。飛ばすぜ。今日だけだぞ。まったく、なんで俺がてめえを送ってからかなんねんだよ。いいんじゃねえか、マブダチだろ。6年だぜ。俺たち東京に出てきて、おめえは今やここでショップ任されてるってんだから。変わったぜ。なんてやがる。そっちこそ信じられねえよ。何が。バカ、教育実習に決まってんだろ。おめえが俺によって先行を目指すなんてよ。教育実習か、ドキドキすんぜ。きっと無優秀女子高生はワンサがいいんだろうな。鬼塚先生、ここ教えて。あ、どこだ。ここだってば。あ、どこだって。ここよ、ここ。だーって、美味しいこととかもあったりしてよ。だーっ、うわ、たまらんぜ、マジで。へえ、そうなんだ。そいつはすごいね。ね、すごいでしょ。だから今日は見逃してくださいよ。同じ公務員になるんだし。あ、女の子を紹介するから。はい、じゃあここにサインしてね。いや、だから そうじゃなくて。あ、そんじゃな。ああ、
ゲロだらけじゃねえかよ。先生、落ち着け落ち着け。あのゲロ、ブルマ先生ですよね。ああ。おー、先生ね。俺先生。で、その先生に何か用かな。ボール取ってくれますか、足元の。え、ああ、気がつかなかったな、先生ってば。はい、ありがとうございます、先生。夢のようだな。早いね、もう目つけたの。誰だ。そう怖い声出さんでよ。ま、俺大沢秀郎、あんたと同じ教育実習生さ。どう。へえ、あんたも3度目。そんなに実習やってんのかよ、てめえは。ま、いろいろあってね。いろいろ。これよこれ。おととしが13人、去年は20人食ったかな。食ったって生徒を食った。なんだよ。もちろん双方合意の上ってやつだからな。教えてくれ、どうやって。それまあいろいろとな。おっ、また遅れちまうぜ。まあお互い頑張ろうぜ。とにかくこの商売、40代で16の花嫁も夢じゃねえからよ。40代で16の。細かいテクは後で話してやるって。師匠。教育実習は大学の授業の一部ではありますが、生徒たちはそう見てくれないので、くれぐれも注意してください。ま、あとの細かいことは担任の先生によく聞いて、2週間くれぐれも問題を起こさないようにお願いしますよ。私も担任として責任を感じているのですが、何しろこのクラスはいわゆる40代で16の花嫁。40代で16の。おかえりなさい先生。お風呂にする？それともご飯？よりこ。こんなところでダメ先生。男の夢だぜ、50になっても20代、60になっても30代。くぅ、女盛りだぜ。ここです。 おはよう諸君。出た。どうだ、16歳のゴー。なんだあの時代錯誤のロンスカ軍団は。せめて超ミニにルーズのガングルギャルはどっかいねえのか。それでは鬼塚先生、あとはよろしくお願いします。ああ、ちょっと鬼塚です。今日から2週間皆さんと楽しく授業を。なんてムカつく奴らだ。こうして教師になるなんて大義名分がなけら、今すぐに殺して。あ、なんだ君、俺に何か用か。あ、なんだ握手か。あ、そうか、仲良くしてえのか。顔の割には可愛いとこあん。いいぞ、タラ。強制いじめの第一人者、その調子で持っていったれ。あれ先生、なに拳握ってんの。なに、殴るわけ。やるね。あ、なんで舐めっちゃうの。ほらほら、殴ってみろよ。ここ、いいんだぜ、思いっきりよ。その足で教育委員会に駆け込んでやったらよ。マスコミにもチクっちまうぞ。教育実習生、体罰
ガチャ、これが教育現場とかってや、はあ、そいつはいいや。ついてねえな。それってヤンキーばっかの大組だろ。最悪だな。もうダメだ。明日にでも殺しまいそうだよ。まあまあ、俺のクラスの可愛い子斡旋してやるから。あ、桃井ちゃんとこはどうだったの？ダメ、最悪。気持ち悪いの多くてさ、スカートの中とかジロジロ見るんだよ。そりゃ災難だね。私んとこは先生が最悪ね。ったく、うるさいのなんのって。私のクラスはとてもいい子ばかりで。おめえには聞いてねえよ。ま、こん中でマジで教師になるやつが何人いるか知んねえけど、教育に夢なんて持っちゃいけねえって。売りだのいじめだの薬だのってめちゃくちゃじゃん今のガキ。適当に距離置いてサラリーマン教師やってりゃいいんだよ。そうそう、真面目にやってるだけバカ見るよ。プラトン長、ソクラトスの弁明より、私は知らないことは知らないと、ただそれだけのことで勝っているらしいのですとはありますが、プラトンの言葉はどこかな。おいおい、それソクラテスの言葉じゃねえのか。強制のくせに間違ってんじゃねえぞ。大学生だろ、どうせ交流だろうけどよ。ですからここでソクラテスが、クソ野郎ども、余計なことだけ聞いてやがって。殺して殺して。誰か分かる人。はい。つまりソクラテスは真理を追求する者の謙虚さ、それは正しい自覚であると言っているわけですね。おお、そうだっけ。おお、合ってるぞそれ。おい、昨日はどうも。先生がうちのクラスだったなんて嬉しいです。あ、私水木奈々子、なあなって呼んでくださいね。いやー、それがめちゃくちゃいいことよ。たまんないわけよな。バーク、おい、そこ黙りおじ。人の話をよく聞くように。あのな、ノリノリのところに水を差すようで悪いけどよ、その大沢ってやつの言うことも一理あると思うぜ。なんだと。元湘南最強を歌ってた鬼爆の栄吉がよ、まともな教師目指そうったって所詮無理な話だぜ。最近のガキが全部めちゃくちゃだとは思わねえけどよ、あんまり深入りしてっとそれこそ問題起こしてクビってのが関の山だぜ。けっ、ようやく日本一グレートな選考への道が開けてきたんだよ。ほっとけや、俺は俺のやり方でビッと決めてやるぜ。よく言うぜ、替え玉組んで大剣通ったくせに。そういうことを言ってはいけません。バカチンが怒りますよ。シシーってか。さあ早く帰って明日の準備をしとかなきゃな。あれ、お前水木じゃ。先生、どうしたんだこんな夜中に。うん、ちょっと親とトラブっちゃって、うち飛び出してきちゃった。だから行くとこなくて。で、出てきちゃったってお前。先生、お帰りなさい。お風呂にする、それとも。16歳の若妻、40まで待つ必要もねえよな。先生、どうかしたの？いや、別に。今晩泊まらしてくらはい。お腹すいたでしょ？今おいしいすき焼き作るから待っててね。すき焼きはね、
割り下が結構難しいんだ。お肉と絡んで超いい感じにしないと。これくらいかな。あ、先生、私そっち見ないから楽な格好に着替えてくださいね。よし、携帯今度あるとよかったのにね。あー、今度力持ってこよっかな。私ね、すき焼きって大好物なんだよね。先生は？すき焼き嫌い？いや、そんなことはねえけど。でも、一人暮らしじゃすき焼きなんてやんないでしょ。まあな、一人分のすき焼きなんて作れねえからな。そうだよね。うちさ、パパは和食系フランチャイズの元締めで、ママは輸入雑貨のお店4軒持ってるんだ。パパがね、大学出たら見合いしろって言ったの。なんか大きい会社の御曹司かなんかで、冗談じゃないって思って。私、七子さんを僕にください。これが先月の売り上げよ。ああ、10億少し足りんな。まあ、来月は頑張ろう。違う、なんでこんな暴走を見るんだ。どうしたの？なんでもない。ああ、それで飛び出してきちゃったってわけが。私、自由になりたい。あんなうち、もう帰りたくない。瑞希、なんかもう全部どうでもよくなって、とにかくあんな冷たい家から出たくって、いっそ親の言う通りを見合いしちゃおうかなって思ったりもしたけど、もうどうしていいか分かんなくって。先生、どうする。ある程度予想してたとはいえ、こんな時にそんなことしては。しかし今なら多分確実に。おい、どうしたんだ。熱いのか。おい、鬼塚先生、こりゃ高く売れるぜ。週刊誌とかによ。まあ、ざっと100万ってとこかな。どうする、先生。瑞希、まさかお前。先生、ごめんね。私にも分け前くれるって言うからさ。あ、すき焼き食べてね。あんたよ、こんな写真ばらまかれたら死んでも教師になれねえぜ。1週間だ。その間に100万作ってこい。そうしねえと、こいつあちこちにばらまくぞ。こいつ声も出ねえってか。瑞希、最初からそのつもりだったのか。全部芝居だったっていうのかよ。先行なんかに頼るわけないでしょ。ね、バカ、夢見てんじゃねえぞ先行がよ。いいか鬼塚、100万だ。忘れちゃねえぞ。いや、最高だったな、あの顔。恋みたく口パクパクしてよ。でも瑞希もやるよな、超名演技だぜ。なあ、俺なんかよ、聞いてて涙出そうになっちまったよ。ああ、感謝しなくっちゃね。なぜ100万だからよ。うるせえぞ！ブン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 よ！なんだてめえら！俺たち吉祥東の銀杯取るように喧嘩売ろってのかこの野郎！
俺たちの集会場でうるせえな。さあこの始末どうつけてもらおうか。知らなかったんです。勘弁してくださいよ。知らなかっただ。てめえ舐めてんのか。お、鬼っすか。鬼、あれは。やめろ、手を出すんじゃねえ。ヘッド、この方は湘南の伝説となった鬼幕の一人、鬼塚栄吉さんだ。あの、だってミッドナイトエンジェルを潰し700キロで引っ走ったっていう。知ってるか。失礼しました。てめえら、あいつらに何をした。いえ、まだ何も。そうか、そいつはよかった。先生、よしよし。こいつら俺の獲物だ。あげろ。せーの。どうだ、井の頭公園の水はうまいだろう。ああ、殺さないでよ鬼塚先生。心配すんな、殺しはしねえよ。まだ又崎と火炙りとサンドバッグ地獄が残ってんだからよ。あんた先行だろ。だったらこんなひどいこと教え子にできるわけ。甘えんじゃねえよ。先行先行ってよ、都合のいい時ばっか生徒になりやがって。なめんじゃねえぞてめえら。教師だって人間だよ。ムカつく時もありゃ切れる時もあるんだよ。ああ、それに俺はまだ教師でもねえしよ。ごめんなさい、申し訳ない。よう、垣根一回取っ払ってみねえか。教師とか生徒っていうめんどくせえ垣根をよ。人間所詮はただの人と人よ。けどな、どっちかが甘ったれたらそんな関係は成り立たねえんだ。てめえのケツはてめえで拭く、そういう覚悟がいるんだよ、人ってやつはよ。先生。よし、それじゃあ続き行くか。てめえら、俺が先行にならなかったらてめえらのせいだからな。生き地獄見せてやるから。はい、生地お待ちどうさまでした。へえ、すごいね。それで土曜の夜に井の頭で逆さずりやったっての。本当、教師目指してるやつのやることとは思えないよ。月曜には大事になってっかもな。いや、やっぱ首かな。足りめえだバカ野郎。どこの世界に自分の生徒捕まえて拷問かます先行がいるんだよ。あ、40で16の花嫁が。どうすんだ、ただでさえ就職ねえって世間は騒いでるのによ。元族で五流大学で、おまけに暴力こいた強制なんかに就職先なんか。あったぞ。なんかあっちの方のスカウトの方々が熱い視線を送ってるような。見るな、目合わせたら就職決まっちまう。いらっしゃいませ。大丈夫かよ、おい。まったく、そんなに教師になりてえかね。やめた方がいいぞ、教師なんてよ。給料は安いし、面倒多いしよ。よかったじゃねえか。
ムカつくガキほっとくなんて、てめえにはできねえんだろ。おめえはすげえよな。東京出てきて6年。その間に専門出て、資格取って、店長にまでなってよ。着実に夢を実現させてる。それに比べて俺は。何弱気になってんだよ。らしくねえぞ。鬼の栄吉って呼ばれたおめえがよ。情けねえ言葉は似合わねえよ。東京出てきた時そう誓ったじゃねえか。分かってるよ。はあ、やっぱ首かな。鬼塚先生来た。一体何をなさったんですか。ダメだ。いや驚きました。本当にだろうな。なんと頼もしい。なんとかこの場は聞かなかったことに。なんて行くわけねえよな。校長も言ってました。そうですか。え、今なんと。ですから校長がぜひうちの高校へと言ってました。いやそれにしてもあの不良たちに、尊敬する鬼塚先生に頑張って教師になっていただきたいので、校内の掃除をしたいと言われたのにはたまげました。一体どんな指導をしたらこんなにいい生徒になるんですか。お、全員整列。鬼塚先生がいらっしゃったぞ。おはようございます鬼塚先生。おはようございます。教えてくださいよ鬼塚先生。先生、昨日はありがとうございました。感動しました。先生の話、いや愛の無知を少々。ねえねえ、聞いた？大組の矯正の話。聞いた聞いた。あのゴミ大組を救済したっていう話でしょ。すごいよね。この時あそこを構成させるなんてさ、ただもんじゃないよね。それそれ、何でもね、はい、元族らしいよ。え、そうなの。よし、そこまで。じゃあ次、渡辺。本日もお勤めご苦労様でした鬼塚先生。ああ明日もよろしくご指導をお願いします。しかしよく手なずけたな。大したもんだよそっか。学校中その話題で持ちきりだぜ。すげえ矯正がいるっていいよな。校長にまで気に入られてよ。就職先も決まったようなもんじゃねえかバーカ、そんなんじゃねえよ。お前案外教師に向いてるのかもな。お、俺がそっかな。いやそう言われるとそんな気がしないではないって。そんじゃな。あ、こっちも忙しいからよ。ああ、先生か。マジで現実的な話になってきたよな。あと1週間問題を起こさなきゃ夢の教師生活か。あ、何がやっぽーだ。言葉は正しく使いたまえ。あれ、なんか冷たくない？先生、うっせんだよ、あっち行け。なんだ、せっかくナーナが褒めてあげようと思ったのに。褒める？あの先行いじめの罠開発したの私なんだ。普通次の日から来なくなるか金払うかどっちかなんだけどね。すごいじゃん先生、褒めてあげる。お前みてえなのは悪魔って言うんだよ。さっさと蹴れ。遊びに付き合ってるほど暇じゃねえんだよ俺は。えい、てめえいい加減にしねえと。ねえ先生、これからうちに来ない？行くわけねえだろ。はい。あ、来てくれたらその脱ぎたてパンチあげる。脱ぎたて。いかん、鬼塚栄吉22歳、古
これは罠だ。今すぐ降ろせ。でもこのまま走ると風でミニスカがめくれて、ノーパンの、ノー、キャー、気持ちいいね、バイクって。一体何を企んでいる。俺を家に誘ってどうするつもりなんだ。はあ、まさかこの間の罠の続きやろって気じゃ。そうだ、そうに決まってる。騙されるな、鬼塚永吉22歳。こんな小娘のたかがノーパンかもしれない、このスカートの中身ごときに、ごときに。何期待してるの先生。ひょっとしてこれかな。あ、赤くなってる。かわいい。ひゅー、でっけえ家だな。ビールでいい？楽にしててよ。手足を思いっきり伸ばしてもぶつかんねえぞ。展示場のモデルハウスみてえだな。チリ一つ落ちてねえ。週に2回お手伝いさんが来て掃除してるから。本当に金持ちだったんだな、お前。そんなこといいからさ。はい、ビール。おっ。だけど俺はまだてめえを信用したわけじゃねえからな。金持ちだからってこの俺を金の力でどうこうできると思うなよ。俺の魂は少々のはした金じゃな。おお、シースーじゃねえか。今日お客さんでも来んのか。私のでしょ。お前の。うわ、中トロだよ。けけ、大トロまでも。 おいおい、これってもしかして特上ってやつじゃねえのか。おい水木、まさか全部一人で食うなんて言わねえよな。あ、俺とお前の仲じゃねえか。とりあえず俺は大トロだけでも。いやいや、大トロはお前でいい。だからせめて中トロとかな。ああ、大トロが、ウニが、イクラが。ダメだ、倒れた拍子に生ゴミとは。くぅ。ねえ、ドライブしようよ。バイク乗るのがあんなに気持ちいいなんて。ねあ、まで、よく見れば救出できるネタがあるかもしれねえ。先生んとこ止めてよ。大トロとはマグロの腹かみ、霜降りの部分を指す。中でもクロマグロの近海もの、特に冬季の北海道沖で取れるものが最高級と言われている。ねえ、止めてってば。今晩だけ。そしてこのクロマグロ、80キロから50キロ前後だが、筋も薄く美味で、同じマグロの赤身から主役の座を奪い、その上今や握りの王様として寿司の世界に君臨しつつ。ねえ、お願い、帰りたくないの。そのまろやかで油の乗った風味と香りはあまたの食通をうならせている。先生、しつこいぞ。何考えてんだ。無茶したかっただけ。
こないだのすき焼き先生食べてくれた？食い物は粗末にしねえんだ俺は。昔はうちよくすき焼きやったんだよ。その頃はまだ狭いアパートで、月に1回の給料日はすき焼きの日でね。その時だけはママが働いてるスーパーでお肉と野菜たっくさん買ってきて、ママと2人でパパの帰りを待ってて、3人でこたつの上のお鍋囲んで、私はとっても楽しかった。でもパパとママは嫌だったみたい。それでパパはお店出して、ママは勉強して資格取ってバリバリ仕事して、そのうち会社ができたの。家もだんだん大きくなってね、私の部屋ができて、パパの部屋もママの部屋も。でも気がついたらみんなですき焼き食べることもなくなっちゃった。おかしいよね。大きな家に住めばもっと楽しいって思ってたのに。パパもママもそのために頑張ったのに。今の家はね、パパとママの部屋に厚い壁があって、触るとひんやり冷たいの。なあ七子、いつかお金持ちになったら3人でおっきな家に住もうな。そうよ、大きなお庭を作ってブランコ置いて。そうだ、そしたらナーナの部屋も作らなくっちゃね。ほんと？ほんとだと思う。ねえ先生、どうしてこんなことになっちゃったんだろうね。お見合いの話なんて嘘。戻りたい、あの頃に。パパがいて、ママがいて、私がいた、あの小さなアパートに。あんな冷たい壁なんかもう見たくないよ。壁の一つや二つでぐしゃぐしゃ言ってんじゃねえよ。俺んとこなんか壁の向こうは若夫婦でよ、夜な夜な羨ましい声が。いや、そういうことじゃなくて、俺たちはどう転んだって昔に戻ることはできねえんだよ。それがどんなに最高だったとしても過去は過去。そんなの。水木、帰れよ、お前の家に。じゃ、そういうことで。あら、珍しいのね、こんな時間にいるなんて。どういう風の吹き回し？さっき、君の店から電話があったぞ。七子？七子？七子？電話なら自分の部屋に回せと、そう言ってるだろ。あら、あなたこそ、変な女にうちの電話番号教えないでくれる？みつこさんだっけ？あれは取引先の。さあどうだか。なんだと。はい、なんですか。どうした、大きな声を。だ、なんだ君は、誰だ。一教師です。鬼塚英吉、22歳、教師として家庭訪問に参りました。教師だと？嘘を言うな。貴様のような教師がいるわけ。先生。おい、こら、どこに行くんだ貴様。七子の学校の先生なんですか？おい、待ちたまえ。やめろ！ちょっと、教師なんですよ。おい、聞いているのか。なんとか言え、なんとか。
水木、これか？お前が言っていた壁っていうのは。ナナコ、一体何が目的なんだ？金か？金ならここにはないぞ。やめろ、何するんだ。気でも違ったか。あんた教師なんだろ。警察に電話だ。ナナコ、こっちに来なさい。ナナコ、お前が嫌がってた壁ぶち壊してやったぜ。こっから先はお前次第だぜ。もしもし、警察ですか？すぐ来てください。変な男がうちに。あ、ナナコ何するの？おい、ちょっと待ちたまえ。君、話しなさい。ナナコ、ナナコ、何のためにこんなことを。待ちたまえ。皆さん、短い間だったけどいい思い出になりました。これから俺は日本一ビッグでグレートな教師目指して頑張りたいと思います。ありがとう。おお、最高です、最高っすよ、鬼塚先生。バカじゃないの、男子。何染まってんのよ、こんな先行に。うるせえな。鬼塚先生はすっごい人なんだよ、あの伝説のな。とうとう終わりだね、実習も。どうだった？皆さん見てください、みんながこんなものを。私こんなに感動したの生まれて初めてです。ところで大沢くんは？ああ、実習中止になったって。なんだか生徒に手を出したとかで。やっぱね。ああ、私たちも4月から頑張らなきゃ。あれ、高山さん教師にならないって約束しちゃったからさ、生徒たちと。4月になったら戻ってくるって。何やる気出してんの、もう。先生、この間はありがとう。あれからうちは警察呼ぶだの家族会議だので大変でした。パパもママも最初はずいぶん興奮してたけど、なんだか喧嘩する気も起きないらしく、そのおかげで久しぶりに3人でいる時間が増えました。でもそれだけじゃありません。私見ちゃったんです、パパとママがね、壁の穴を通して目が合った途端ちょっと気恥ずかしそうに笑ったの。もっとも壁が治ったらまたあまり口聞かなくなっちゃったけど、もう大丈夫だよ。今度は私が二人の心の壁を壊してみせます。ちょっとずつでも、何年かかってもきっと。楽しかったよ先生、絶対いい
が。ああ、本気にしてないな。だったら、GDO で行きますんでよろしく。